朝日に輝く徳島県警本部の前ですね、これは県庁じゃないかと思うんですが、村岡君と出発をしたいと思います。よっ、あ、村岡君おはよう。朝ごはん中ですか、うん、行きましょう。許可だかは取れたんですか。うん、最寄りの署に寄ることにした、うん、ほんで、まあ、あのお前のあのほら用事のところ行って、うん、今これ生中継中やから、うん、徳島県警でですね、拡声器の使用許可がいるのかなっていうことで、相談してまいりまして、まあ、あの最寄りのここは本部なんで署に行ってくれということで移動してますが、あの面白い話があったので報告をします。あの、まあ、高知白バイ事件の藤島だということで、自己紹介しました。知ってましてですね、結構、まあ、名前が知られてるようで、それで、ちょっと一人の警察官な、あの一人の警察官の方と立ち話をしながら、あの道を教えてもらったりしてたんですけど、まあ、お立場上ね、何も言えないでしょうがと言ったら、はいはいって言って、まあ、僕は一通りこう話をしました。お知り合いもあの高知にいらっしゃって、その先ほどの警察官の方、高知白バイ事件のことはね、よく知っているんだということで、まあ、僕は県警本部長2人と当時の県警本部長と、それから後任の県警本部長、それから白バイ事件の事故の当時の交通本部長ですね、告発をしてるんだと。で、現場の警察官かわいそうだと、作りたくもない証拠を、あの捏造証拠を作らされてですね、言いたくもない証言をさせられてですね、非常にあのかわいそうだと言ったら、うんうんとうなずいて、あの聞いてらっしゃってですね、最後に別れ際に、あの私の立場では何も言えませんけども、とにかくお体に気をつけて頑張ってくださいと、あのいう、あの力強いにこやかな、そして固い握手でですね、笑顔と握手で、先ほど徳島県警本部の警察官の方とお別れをしてまいりました。私のやりたいこと、そして主張していることはですね、先ほども言いましたように、高知白バイ事件は冤罪で誠にけしからん事件なんだけれども、これは上層部が悪いんだと、自分たちの責任をスクールバスの運転手の片岡春彦さんになすりつけてですね、業務上過失致死罪で、牢屋にぶち込んだ。そして部下の現場で働く警察官はですね、本当に真っ当な仕事を日々しているのにですね、やりたくのない捏造証拠を作らされて、そして、裁判で証言もさせられて、心がもうズタズタになってるんだということをですね、訴えているわけなんですけれども、上層部が悪い、トップが悪いんだと、県警本部長を処罰せよということで、お伝えしていますが、その通りだということで、あの徳島県の警察の方にもですね、まあ、私の主張は一定伝わっているんだということが確認できて、非常に心強く思いました。また後ほど報告します。どうも失礼します。